ダーさんのガマ飛行チャンネル始まるよ。バイ。開けるの？開けるの？これ何？ノリノリタコライダー。はい、入学の？はい、閉めて。はい、はい、じゃあもうおしまい。はい、おしまい。これ欲しいの？これ？はい、これ欲しい。はい。これ？怒ったもん。欲しいの。どこ行った？捨てんなよ。お前捨てんなよ。それノリノリタコライダー返して。ノリノリタコライダー返して。そう。そう、パパこれでタコ釣るんだから。捨てるなよ、勝手にお前。臭いだろ。はい、では準備ができました。今回もこのダイソーのタコエギ2連結スペシャルでタコを狙っていきましょう。現在1時半です。ゆうちゃんから報告がございます。夜でもつくんだ。ゆうちゃん、さっきどうしたんですか？タコエギにタコがつきまして。タコエギにタコがついた。こんなことあんのかな。足がちぎれて、つい足が取れちゃったの。すごいちっちゃい。足が取れちゃったの。その証拠の足はどこだろう。ここにね、つけてる。あ、そうなんだ。落ちちゃったの、その証拠が。証拠の足が、証拠。あからさまに吸盤があったからね。でも超ちっちゃい。あ、そうなんだ。めっちゃちっちゃいの。すごいね。でもそんなちっちゃいのにエギを食おうとするんだ。それ 3.5 じゃん。おお、そう、すごいね。よし、タコ狙ってくぞ。現在3時10分です。何も釣れない状態が続いています。釣れるかな。朝マス目に期待するしかないですよ。4時半です。ほっぽり投げてた投げさびきにアジがつきました。やった。手前で釣れます。アジは20センチでございました。久しぶりに海タナゴ釣れた。おお、でかい。でかいでかい。で、結構でかい。でかめちゃん。でかめちゃん。この白バイバイだ。この白バイバイ。さらばさらばか。24センチの海タナゴです。はい、現在7時です。ちょっとした朝マス目があって、アジがちょろちょろ釣れてたんですけど、その後タコ釣りをしていましたら、根がかりして竿が折れてしまいました。若洲海浜公園でヘドロまみれだった竿がお亡くなりになってしまいましたよ。根がかりを強引に外そうとしてしまったのが原因です。いや、わかんない。うん、なんか重いなって思ってリールを巻いて、巻けたらタコ、巻いてこれたらタコです。やりました。竿の仇を取りましたよ。竿の仇を取りました。しかしこんなちっちゃなタコちゃん、どうしよう、悩む。はい、
い、聴講終了しました。12時半ぐらいかな、聴講しまして、朝まで魚一匹も釣れず、そしてようやくアジが釣れ始めたのが、ね、朝方なんですけど、とね、ダーさんはいろいろ手間取ってる間に地合いを逃してしまい、結局一匹だけですね。ずっと出してたサビキでは全然釣れず、いつもの鉄板サビキがね、全く効果なく、投げサビキをね、ちょっと放置してたら、その放置してた投げサビキにたまたま20センチのアジがかかったと。で、その後サビキにね、20何センチかのウミタナゴがついて、この汁もついたか。そしてまたもやタコちゃん釣りました。残念ながらゆうちゃんは、うんうん、ね、寝てますけど、寝てうとうとしてますけど、うとうとしてる坊主、坊主久しぶりだった。今日の敗因、まず一番の敗因としてはですね、海が濁っておりました。その濁ってる海の中でケイムラサビキをね使っちゃったね、見えづらかったんじゃないかなって気がしますね、魚、お魚さんには。そう、海の色がね、もう組み上げたらね、黄色いんだよね。ちょっと薄いおしっこみたいなね色してて、まあ、ちょっとあの色がね、あの色だとお魚さんもね、なかなかこう見えなかったんじゃないかなと。でもアジはね、回っては来てたんですよ。回っては来てた、あー回ってきてたんだけどね、ちょっとねライントラブルをね、ちょうど地合いの時に引き起こしてしまいましてね、ダメでした。あ、そういえばね、以前サビキ釣りをね教えてくれた、まあだいたい御年70歳は超えてそうな師匠、輪ゴムをつけるといいよっていうのを教えてくれた師匠とね、今日お会いしましてね。で、やっぱり師匠もね、今日みたいに海水が濁ってる時っていうのはケイムラサビキはやめた方がいいよ、そういう時はピンクサビキの方がいいよっていう風にね、改めてね教えてくださいましたね。まあダーさんはね、ちょっとなかなか釣れないもんだから、いつもの夜行サビキの下に07級のピンクサビキをね、さらに追加してつけて、この城とウミタナゴをね釣ったんですけど、まあやっぱりああいうちょっと濁り目の時はピンクサビキが強いっていうのが釣果の結果としてね、うん、出ましたね。あ、そう、タコね、タコね、2回連続ね、タコを釣りましたよ。だんだんタコの釣り方をマグロくんね、そう、マスターしてまいりましたよ。はい、ということで、今日はこれまでにしたいと思います。よし、はい、ではね、ちょっとね、東扇島西公園ね、最近ね、うん、調子がどうもね、あんまりお魚さんの魚影が濃くないので、ちょっと渋いね、まあまた何かのタイミングでね、ふっと回ってくる可能性も十分あるとは思うんですけれども、うん、ね、まあ我々もね、ちょっとお休みして、若洲海浜公園あたりね、ちょっと覗きに行ってみようかななんて思っております。それではまた次回の直行でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。ぐるぐるっとタコ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